はい、ということで、はい、始まりましたね。はい、始まりました。いよいよ、はい、レディオサンクサロックス2013、2013ということで、はい、よろしくお願いします。はい、これ今かかってる曲は、はい、どちらのバンドさん？それからというバンドの、はい、紙という曲です。はい、それからの紙です。はい、ということで、それからの紙という曲をお送りしました。どんなバンドですか、それからは。どんな感じですか、ライブとか。はい、ありがとうございます。音が大きい。音が大きい、すいません。はい、ライブとか、どんな感じですか。ライブとかはどんな感じのバンドですかね。はい、あ、はい、まあ、一応この曲が一番代表曲になっているんですけど、はい、でも、他のアルバム、優しい嘘に疲れたらっていうアルバムなんですけど、そのアルバムにも入っ、アルバムでに入っている曲以外でも、はいはい、かなり激しいものもありますので。あ、そういう曲もある。まあ、あの、私たちの企画では、あの、それからの、ボーカルの佐々木くんが弾き語りで出てくれるので、はい、ちょっとバンドスタイルとは違うんですけど、でも、あの、多分、あの、はいはい、彼なりにノリノリなノリノリなアコースティックな、はい、曲も、やってくるんじゃないかと、やってくるんじゃないかということで、はい、はい、ということで、それからの紙をお送りしました。はい、はい、次もそれからの曲ということで。はい、そうです。2枚目のアルバム、ハローハローハローの中から、はい、愛のかけらという曲です。はい、探して見つめる
はい、ということで、それからの愛のかけらという曲を、はい、ありがとうございます。はい、なんかちょっとなんすかね、高橋幸宏さんみたいな声、聞こえないか高橋幸宏さんみたいな声な感じ。そうですかね、ボーカル、なんか大人なロックというかね、ポップというか、はい、そんな感じですけど、どうですかねその当時、そのままね、そうですね、結構疾走感があって、はいはい、疾走感があって、私は好きな曲の一つです。なるほど、なんか見どころ、なんかライブの、あ、ライブの、はい、そうです、まあ本当に音楽に真摯に真面目に取り組んでいるバンドなんですけど、もう、佐々木くんの、私個人的としては佐々木くんのボーカルが、すごく好きで、なので、まあ、今回弾き語りなので、もう本当に彼の一番いい部分が出る、ライブになるんじゃないかなとも思いますので、まあ、バンドさえもちろんかっこいいんですけれども、はい、企画に見に来てくれる方々、本当に新たな、ボーカル、佐々木くんのボーカルに、期待をしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。わ、はいはい、かりました。告知しときましょうか。あ、はい、ありがとうございます。11月3日、場所は新宿マーブルというライブハウスで、マーブル、はい、マーブルです、はい、オープンが、5時半、はい、17時半ですね。で、スタートが6時となってます。はい、はい、まあ、それからの他にもまだ、5バンド合わせて5バンド、出る形になってますので、はい、ぜひ他のバンドさんも楽しみに、していただきたいなと思います。はい、はい、レディオ・サンクス・ザ・ロックス2013ということで、自己紹介お願いします。遅れました、ジンジャーエールです。ちゃんと喋ってください。ちゃんと喋る、ダメだった、ダメだった。いいよいいよ。あ、ジンジャーエールです。イエーイ。そしてさっきから、はい、さっきからすいません、お邪魔させてもらってます、キャシーです。よろしくお願いします。イエーイ。企画をね、やるということで、はい、はい、もう一度言っておきましょうか。11月3日、あ、いいよ、いいよ、じゃあ見守ってる、ありがとう11月3日、新宿マーブルというライブハウスです。はい、そうですね、オープンが、17時30分、はい、スタートが18時となっております。はい、はいはい、出演バンドは、出演バンド、はい、まず、先ほどかけさせていただきましたが、それからから、ひとりからという、ボーカル佐々木くんの、ソロプロジェクトになってます。はい、はい、次がですね、フォレストという、はい、3ピースのロックバンド、はい、はい、はい、その次はですね、あ、その次はじゃあ山口から、はい、その次はですね、エリキングの小高のりゆきバンドのボーカルと、あと、ジュニア、何がおかしいんですか。ちょっとおかしな人が、違う違う、なんか陽気を感じるっていう、陽気を感じて、殺気を感じて、先ほどからさっきから寒いんですけど、あ、はい、なるほどね。あと、ジェニファーのボーカルの高橋千代さんが、はい、弾き語りのコラボを、弾き語りのコラボを、生意気に、はい、なんかでもなんか意外とみんなからたくさんの要望があって、あ、今日見てみたいみたいな声がたくさん上がってたので、はい、こちらの企画でコラボをさせて出させてもらいます。はい、はい、その後に、はい、ハイロジェントルダイナソー、ハイロジェントルダイナソー、はい、はい、ハイロジェントルダイナソーが、ハイロジェントルダイナソーですね、が、はい、3ピースプラス恐竜1匹が、はい、のバンドと、はい、あとは、どうぞ、あ、はい、あとはですね、その次が、ジェニファーですね、今ボーカル高橋伊藤さん率いる、あ、スタンバってますね今、はい、スタンバってますね、あちらの方で、誰かいますね、誰か、うん、誰かいますね、
誰かいますね。ちょっと呼んでみましょう。呼んでみていいんですか、もう。あ、もう呼んでいいです。呼んでいいですか。すごい出たがってる。あ、本当？じゃあどうぞ。ちひろくん。どうぞどうぞ。どうも、高橋ちひろです。来ちゃった。どうも。本日はお誘いいただきましてありがとうございます。そうですね。まあなんか随分適当な紹介で。なんだっていうね。なんだって感じなんですけど。ちひろくんはジェニファーのボーカルの。そうですね、はい、ジェニファーっていうバンドのボーカル、まあ、あのマルシャブでね。そうです、はい、一応これあのマルシャブの姉妹番組ということで。ああ、そうなんですか。そうらしいんですけど。どうも。どうも。何も知らなかった。何も知らなかった。そうだね。うん、ちひろくんは、はい、どうですか今回のイベントは。いやー、もういろいろと、まあ小田川くんと一緒にやらなくちゃいけなかったりとか。やらなくちゃいけなかったり。強制ね。なんか強制ね。その割には名前を決めるのがすごく遅かったりね。なんか。あ、そうですね。早く企画、そのグループの名前を早く決めろって言われてて、その2人組のユニットの。ブラックキャシーが怒りになってたからね。キャシーさんがなんか遅いっつってめっちゃ切れてた。ね。ああ、なるほどね。そうですね。だからあんまりいい雰囲気じゃないんですけど。そうなんだ。頑張りたいと思います。頑張りたいと思います。はい。よろしくお願いしますね。はい。はい、何ですか。あ、最後に。最後に。最後いるんですよ。いるんですか。ちゃんといるんですよ。誰ですか。紹介してない。紹介してないです。あ、紹介してない。紹介してないから。紹介したくない。紹介したくない。できることならしたくない。できることならしたくない。嘘です。そんな扱いで。嘘です。そうです。エレキングっていうバンドが。はいはい。出ます、はいはい。まあ、この企画、2人ともサソリ座で、それでなんかエレキングのセドリックっていう歌で、サソリ座で出てきて、はい、あ、歌詞でね。そう、歌詞に出てきて、あの、そうパン粉しか出てこないから、今から、あの、何言ってるかわからないんで。あ、ごめんね、単語、サソリ、うん、そう、ごめんなさいね。ごめんなさいね。ミスは誰だってある。ある。そう、それで、うんうん、同じサソリ座だっていうのを、はいはい、でエレキングも好きだしっていうことで一緒にキャシーさんとやらせて企画をするっていうね。そうですね。なんかそれで一応番宣中に企画宣伝番組ということで、今回この番組が、はい、やることになったと。緊張してますか。もう帰りたいです。帰りたい発言がもう番組前半から飛び出しちゃったすごい。ジンジャーエールが飲みたくてしょうがない。ジンジャーエールが飲みたい。ホットが出たから。あ、そうだね。その番宣もしとこうかな。あ、じゃあ後であの休憩の時にドリンクを買ってきて。あ、そうです。ホットジンジャーエールが出ましたって。はい、どうですかちひろくん。はい、こんな感じで。そうですね、だいぶこういろいろとなんか進行がうまくいってない感じです。うまくいってないような感じ。まあでもあの見る人が企画するっていうのはね、また新鮮でいいですね。そうですね。こんな機会は初めてなんで嬉しいです。普通はね、はい、あのバンドの方が企画してイベントやるのがまあ通常ですが。そうですね、はい、あの本当に嬉しいですね。そういう見る人による見る人のための企画と。そうですね。そういうことですね、はい、はいはい、ありがとうございます。なんか大丈夫、ちょっと黙ってたけど今の沈黙は何だったんだ。今日の前髪は調子いいかな。うせえな。今日なんかちょっと乱れてるけど。今日大丈夫でしょ。いや今日はなんかね、いつも思うんだけど、あのサイドにした方がかっこいいっていつも思う。あのシャン、前髪を、あの韓国風のね、あの、分かるかな。あ、韓流の人たちみんなやってる。いや、そうそう、ね、そ、逆、流すもん。逆違う、そっちそっち、こっち流すもん。あ、そうすっごい、うん、なかなか、まあ、声だけだからあんまりこう聞いてる人には伝わらないかもしれないけど、今かなりナイーブなゾーンが出てきた。ナイーブなゾーンが出てきちゃった。そうだね。あ、いい感じなんじゃない。デリケートゾーン。さっきよりかは大丈夫だよ。ごめんね、逆に触れちゃって。そうだよ、お前何言ってんの。触れちゃってごめんね。こんなラジオでまでそんな俺のハゲの話。ね、いや、やっぱ触れた方がいいよね、やっぱね。触れた方がいい。触れなくていい。なんで触れた方がいい。ジェニファーの番宣にもなるから。なんねえよ、全然マイナスだよ、こんなの。
時間取りすぎ、喋りすぎじゃないか、そのことで。そうだよね。もっと音楽の話をしよう。じゃあね、それからをね、そうですね、紹介したということで、まあ、いろいろこれからまたバンドが、バンド曲が変わりますので、はい、お楽しみということで、はい、はい、あれ、なんか紹介し忘れてる人がいるっていう、いや、なんかいない、いないと思うんですけどねもう紹介しきったと思うんだけど、あれ、なんかマイク、マイク叩いてる人がいます、ね、うるさい、うるさい、誰ですか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 、あ、こんにちは、エレキングの小高です、イエーイ、小高、いやー、なんかほんと来てくれって言うから来たのに全く紹介されないで、なんか番組がどんどん進行してってホットジンジャーエールとか前髪がどうだとか、なんなんだこいつらマジで、ポーチプレイがね、だいぶついちゃったね、アピールが足りないよね、アピールをしてくれれば忘れなかったんだけど、めっちゃしてたよ、前髪こっちも横から分けて待ってたよそれも誰も触れなかったからそれこそ触れないどころか山口こっち見てないからねってことでザ・エレキングの、はい、ザなんですか、いや、その辺がよくわかんないですえ、でも字なんじゃないかっていう、ちょっとなんか、ある人によると英語表記だと字で、ひらがなだとザって聞いたんだけど、でもついてない時もある、その伝説は本当なの伝説ってほどの歴史はないよ、そんな大した話じゃねえそうだよねなんだっていいんだよ、なんだってよくはねえわどうしたらいいの、じゃあ、まあ、字、字、かっこザ、ジーみたいな、エレキングの小高くん、いや、ややこしいで、めんどくさいわはい、来ていただきました、はい、ね、そうです、そうです、遊びに来ました、今回の企画はどうですか、今回の企画どうなんですかね、どうなんですかいや、まあ、一緒に高橋くんとやらなきゃいけないっていうのが一番の心だ、 やらなきゃいけないなんだね、そう、義務感なんですか、そう、そう、めんどくさいね、そうね、僕たち別にね、やりたいなんて一言も言ってないもんねそうだよどこから要望があったのかもわからないっていうね。要望ないでしょ、ね。それを言えば、エレキングの、ドヤ顔さんが、ちょっと見てみたいなーって、ゆるい感じでね、見てみたいなーって言われたから。それだけ？それだけ。だったりね。だったり、いろんな人に言われたから。あとはいろんな人っていうのは大雑把だね。いろんな人ってなんで違う、一番想像つきやすいでしょ。A ちゃんだけ名前出されてかわいそうじゃねえか。違うじゃん。だってそんなね、いつもライブ一緒に来てくれる人は、誰々って言えばわかるけど、知らない人もいるからさ。そうそう、ね。これ知らない人も聞いてるんで。まあでもあれじゃん。ここで、その人を紹介して、会場で、まあその人をね、こう、みんなでこう、つながりができたらいいことじゃないか。だから、うん、そう。ベースのね、エレキングのベースの A ちゃん、 A ちゃんが、あとね、ゆきさんって人が、女性にゆきさんって人がいるんだけど、はいはい、その人も見てみたいって言ってたし、ゆきさん、これで2人目だ、2人目、いろんな要望が、じゃあ3人目は、3人目、3人目誰だったかな、忘れたわ、なんかあった気がするもんと、本当にたくさんの要望あったのかよそろそろ私たちが見たいとかっていうのも欲しいんだけどなあー、なんかそっか、そうだね、第一はそれでしょ、うん、まあ第一はそうだね、山口が言ったわそうだね、自分自身が、そう、山口が言ったわ、キャシーさんは言ってないとあー、どうだろうね、いいねと思いましたよ、うん、それ聞いて、うん、なので、はい、企画者の発言じゃない、うん、あー、いいね、なんかユニット名があるああ、なんかユニット名はまあ、本人から言ってもらいましょう。はい、そうですね。あ、じゃあ、ジーロ君。はい。ジェニファーとエレキングの、ジェニファーの、ジェニとエレキングのキングを取って、はい、ジェニキングという。ジェニキング、はい。なるほど。なぜ、そんなに時間かかったんですか、ジェニキング思いつくのに。ね、いや、全然何も考えて、ぶっちゃけ何も考えてなくて。で、ずっと決めないままでいたら、なんかキャッシーさんが怒ってるっていうから、あー、怒り出したんですね、なんかもう、適当に、ジェニキング、適当なんですか、そろそろやばいぞって、適当じゃないですよ、本当は、まあ、やっぱりジェニファーからだったら、ジェニっていう言葉を使いたかったし、やっぱりエレキングだと、キング、王様じゃないですか、
この2つを掛け合わせたら絶対かっこいいなと思ったんで、それでジェニキングと。そうですね、なるほど、ずっと前から思ってました。なるほど。ちょっと内容的にはどんな感じなんですか？内容はまだ何も言えない。まだね、シークレット。そう、シークレットね。はい、当日のお楽しみで、もうちゃくちゃくちゃ順位何が飛び出すかわからない。ヒヤヒヤしたよ、私。ヒヤヒヤしちゃった。決まってないとか言うから。山口さんが今ちょっとヒヤヒヤ発言、小さい声で決まってないとか言うから。ああ、いや、シークレットだもん ね、 それはね。元からシークレットで一応あったので、え、このまま。そうなんです。そうなんですね。シークレットのやつだけゲストで出てくるってわけのわからなさそんなのもありじゃないですかね。いや、あの、最初はシークレットにするつもりはなく、いや、だんだんバンドをね、発表してるうちに、はいはい、あの、こいつらが、名前が、こいつらって、お前なんだよ、お前ゲストだぞ、俺ら。ゲストに対して、こいつらっていうね、こいつらと髪の毛がどうとか、こいつらとか何なんだよ、この人たちは。信じられないね。信じられない扱い方ですよ、ね、とにかくこいつらがなんか名前決めてくれなかったから、ちょっとシークレットっていう扱いになっちゃって、はいはい、そう。でもシークレットの割にはなんかですね、弾き語りのコラボでっていうことです。はい、もうちょっと早く言ってくれれば、こんな春こんな春じゃなかった。そうですね、こんな番組の中でこんな怒られるとは思わない。本当だよな。なるほどね。じゃあ、あの、とりあえずお楽しみということで、内容はね。そうですね、はい、はい、分かりました。楽しみにしてますので、よろしくお願いします。でもね、2つともなんかね、仲がいいので、バンド的にね。そうですね、仲いい。仲良いも対バンしたりね、してますしね。いいと思う。仕方なくですけどね。良さ、なんか良さそうには見えてると思う。こけちゃう可能性もある。あの、多分こけますね。多分こける。え、でもまあ休憩時間、高い企画の休憩時間だと思っていただければ。あ、あの、やっぱり長いと思うんで。そうだね、はい、そうですね、みんなバンドだからうるさいと思う。小高君がこけるつもりはないっていう感じで。いやいやいや、もちろんこけるつもりでいきますよ。つもりでいくんだ。もちろんそうじゃないとやっぱりね、僕ら的にもね、あんまり期待されても困る。そうですね。そうなんですね。そうですね。こんな扱いされて成功させるわけがないじゃないですか。じゃあ期待はしないでおきましょう。期待してねえじゃねえか。期待、いや、私は期待してるよ。めちゃくちゃ、めちゃくちゃね。そうそう、俺もすごい期待してる。はい、私も期待してます。ほら、こんなに目を輝く、ね、キラキラしてるのに、こけるつもりでいるってね、ちょっとありえないわ。まあ、ここでは言ってるだけで。いや、そうだよね。当日は安心安心。もちろんね、自称ロックスターが出てくるわけだから。そうだね。そうだよ。まあ、ちょっとおでこの方が今すごいことになってるけど。そうだ、あの、ライトでなんかね、頭髪が光ファイバーじゃないけど、光ファイバーなんか光ファイバーだもんね。まず1曲目にあの紙っていう曲をかけた時点でちょっとね、俺はちょっとどうかと思ったけどね。あ、もうなんか、ね、伏線張ってあったってこと。なるほど、はい、伏線って完全にジャブってきたなと思って。そうだね、うん、まあ、そうですね、その辺もいじりつつ、はい、進んでいきますかね。はい、そろそろ、はい。はい、ということでダラダラと番組が進行しておりますが、はい、そうですね。次の曲は、はい、次は、これはフォレストというバンドの、はい、マジボタンという曲です。はい、フォレストでマジボタン。変わらない日々も少しぼやけたあの空の空、波風立てるのをただ怖がっていただけかな。それでも君はまっすぐな目で僕を見つめて、心のボタンを狭いよと言ってくれたね。ああ、夢のかけらを
街、息を切らして輝くことを裸の日々で歌っていれば僕も光り出す。はい、ということで、はい、フォレストのマジボタンという曲を、はい、ありがとうございます。どんなバンドですか？そうですね、すごい、まあ、この曲の他にも本当に、すごい、なんか生活に寄り添ってすごく優しく入ってくる曲が多い感じ で、はいはい、で日常的なことを歌ってるような感じのバンドなんですね。空とか、はいはい、夕日とか、夕日とかそういう、はい、本当になんか日頃、日常の感動を歌にしているような感じのバンドですね、はい、です。はい、でこのマジボタンは大体、のライブの最後に歌う、この今流れてるラララをみんなで歌って終了するという感じの最後盛り上がる曲ということで、何番目に登場しますか？フォレストは2番目。あ、2番目です、はい、はい、はい、ということで2番目に登場するということで、フォレストでマジボタンをお送りしました。はい、ではフォレストでもう一曲聴いていただきますか、はい、次の曲は、はい、君の声という曲です。君の声というね、はい、拭える夜に今夜は
はい、ということでフォレスト、君の声、はい、という曲を聴いていただきました。フォレスト3人組なんですね。そうなんです、3ピース、3ピースで、はい、はいはい、で結構ちょっとメンバーがちょこちょこ変わったりとかしてる感じなんで、はいはい、ちょっとまあ今あのベースが結構ちょっと変わったりして、あーなるほど、メンバーチェンジがあって、はい、今のメンバーになってるって感じ。なるほど、はい、フォレストはじゃあ2番目に、はい、10月3日ね、はい、はい、で普段3ピースなんですけども、はい、ちょっとこの日、はい、キーボードが入ったステージになるということなので、はいはい、すごく楽しみにしていただきたいと思います、はいはい、ボーカルの方が諸星孝之さん、はい、ということですね、はい、どんな人ですか？暑いですよね。暑いですね。あ、そうですね、はい、まあ、普段も喋るのも、まあ、穏やかな感じであるんですけど、あ、ライブだと暑い、はい、ライブとか音楽に関してはかなり暑い人です。なるほどね。チロ君見たことある？あ、僕は、はい、対バンしたことあるし、あのお互いライブも見に行ったことがあるので。なるほど、交流がある。交流ありますね、はい、これを今回の企画を機に一人仲良くなれたらいいかなと思ってます。あ、諸星君ですね。諸星君と諸星君しか紹介してないんですけど、ベースは浜田君。あ、これ違うんですか？違う人がなってる。ドラマ師が孝太郎さんで。あ、はい、師が孝太郎さん、はい、相方誕生日が一緒。そうなんです。あの今日ジンジャーエールこと山口さん、山口さんと誕生日が一緒ということで。今日呼べ。はい、あのさっきジンジャーエールって自己紹介したんだけど、あの山口って言います。声ちっちゃい。声ちっちゃい。山口って言います。山口さん。くれました。はい。緊張してんの？あのね、緊張するよね、普通に。あの聞かなくていいよね。あ、そういえば。はい。エレキングはですね、あのフォレストの11月の15日にやるレコアツに僕たちも出させてもらったり、はい、あ、なるほど、まあ、前回あの 前に僕たちの企画にも出てもらったりとかして、はいはい、場所はどちらで？11月15日は下北沢のエラで、エラで、はい、僕たちエラ初出場な、初登場なんで、フォレストの対バンが、まあ、楽しみにしながらあるということで何の競技やんのか知らないけどね。初出演、うん、初出演ですね。フォレスト君の声って聞いていただきましたね。そばにいるよ今夜は聞かせて君の声。はい、ということで次は、はい、どうぞ。ハイルジェントルダイナソー。はい、ハイルジェントルダイナソーで、あの夢泥棒。はい、夢泥棒、夢泥棒です。来ていただきます。はい、来てください。はい、涙を集め教えと
少女は窓の外を眺めてすっかり冷えた両手ぎゅっと強く握った答えは遠くどんな言葉も嘘みたいで許される道しるべ目を閉じてありそうした話せることは何もなくて肝心なことさえ忘れてる負け合いを一心に腹があっていつかの作り話を信じたあの時はい、ということで、ハイルジェントルダイナソーで夢ドロップをお送りしました。はい、はい、ありがとうございます。山口さん、はい、ハイロとの出会いっていうのがあるんですね。はい、ハイロとの出会いはそう、さっきなんか2月かなと思ってたんですけど1月頃かな、1月頃の下北沢のベースメントバーで、はいはい、あの大学生 の, だあのバンドさんを見に行ったんですよ。はいはい、それでたまたま対バンでハイロが出てて、はいはい、で初めて夢泥棒を聞いてあの好きになって、でアンケート用紙であのこう書いてたらあの宣伝部長 の, 宣 伝, 部長 の, の宣伝部長のハイ、はい、君っていう恐竜さんがいるんですね。恐竜さんですね。あのそうなんです、3ピースプラス、はい、恐竜のそのハイ君に、はい、あのツイッターで、あの見てくれてありがとうみたいな感じで、あツイッターのアカウントがあるんですね。 あるんですけど、はい、言われて、はい、そうですね、そこから知り合って、でエレキングさんもジェニファーさんもなんかその知り合い知るきっかけになったバンドで、とても、はい、大きいバンドです。はい、3番目、3番目です、登場するということ。はい、3番目、違いますね、違いますか、ジェニキングの後に出てくる。あ、そうか、ジェニキング、そう、ジェニキングを忘れてました。ジェニキング、さっきあれだけ話しといて、まずに入れられてなかった。しかも、急にあのエレキングさんとかジェニハさんとか言われてももう何も取り返せないからね。いや、こいつだとかさっき言ったくせに何も取り返せない。いや、なんかね、ちょっと反省を全く反省してないけど、反省を一応しとこうかなって。あ、そうなんだね、反省してるフリーはとりあえずしとかないと、いい人に見えないからね。なるほど、ハイロジェントルダイナソーはボーカルは、はい、谷口ちささんっていう人、はい、ベースはミカさん、はい、はい、ドラムな、ナリ君、ナリ君ね、はい、結構あの、なんていうんですかね、個性的ですね、個性的な、個性的です、みんな不思議ですね、不思議ですね不思議ですね、不思議バンド、不思議バンドですよ、僕はナリさんと初めて会った時に、うん、初めて会ってもう会ったばっかりなのにいきなり部屋に泊めてくれてナリ君の部屋に泊まった。はい、なんかすごいね、まあ、僕も結構酔っ払ったんですけど、中野の方でしたっけ。そうですね、そうですね、そっちの方なんです。そういう炭とかいいの、炭とか行っていいの、炭あ、家とか、とか家とか、まあ、中野近辺、あ、中野近辺ね、はい、中野近辺ね、住んでて、で、家に泊まってで、まあその次の日、あ、違う、あのエロ本もらってあったやつ、あ、それは、それは違う、あ、違うのね、それ違う人、それ違う人なんだ、はい、その日の朝に、うん、なんとバイクで俺の家まで送ってくれたんですよ。いい人だ、初めて会った人です。めちゃめちゃいい人だ。それだけもうでも、ハイロジェントルダイナソーのメンバーみんなそんな感じで、そうですね、本当にいい人たち、気さくな、いい方たち、本当にいい人たちばっかり、初対面だから送ってくれたんだろう、仲良くなったらもうこんなクズ的なもん絶対送ってくんないよ、ね、知れば知るほど冷たくなって、酔ってたんでしょ、酔っ払ってたんですね、僕も酔っ払ってましたけど、多分捨てて帰るよね。はい、はい、次の曲もハイルのチェンジになりそうで、はい、
ステゴサウルスの歌です。はい、ハユジェドルタインだそうです。ステゴサウルスの歌、はい、はい、ということで、はい、ハイロジェントルダイナソーステゴサウルスの歌、はい、聞いていただきました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。え繰り返してるな。あの投げるとかいう話は、あ、投げる、あ、ダイブですね。あ、ダイブです。あ、投げてないです。あれは自主的にハイ君が、ハイ君、あの恐竜がなんかアドレナリンかわかんないけど、そのそういうのが出てきて自分からバッて飛んだっていう、飛んだっていうロック的な部分が、ロック的な部分が、ロック的な部分がね、ありますね。ありますね。マスコットキャラクター、マスコットキャラクター、ハイ君、ハイ君、ハイ君。ツイッターでも男前ですもんね。男前なのなんだろう、なんかその俺を研究しないよとか言うじゃん。なんかそんなこと言う？え、言ってたよ、言ってたよ、言ってた。そういう一面もある。そういう一面もある。あのだってお酒も飲めるしね。あ、飲めるんですね。お酒飲めるから、飲酒ができる恐竜。飲酒ができる恐竜、そう。なるほど。ハイ君はすごいんだよ。すごいんだ。ハイ君はいろいろすごいね。みんなに愛されてるしね。愛されてる。怖いよね、でも。怖いよ。怖いよね。あなたのぬいぐるみにしか俺には見えないな。ぬいぐるみが、ぬいぐるみが飛んでる。違うんだよね。が、なんか、投げられたりとかしてるようにしか見えないけど。違う。違うと。あと、喋るから、ちゃんと。喋るとこ見たことないよね。いや、喋ってたよ。喋ってた。あの灰色の復活の時に、あの喋ってたよ、町田って。間違って。町田で、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 間違って、町田でね、喋ってたよ。叫んでたな。あ、叫べるんですね。ちょっと高かったね、声がなんか。あ、声高、あ、うん、高いよね、声ね。高い声よね。女の子の声。そうだよね。男なのにね。一応男の。ね、声じゃない、変…なんか声変わりしてないのかな。まだ子供だからね。そうか、そう、じゃあ仕方ない、女の子だから。あ、男の子、男、ハイ君、君だから。あ、そうですね、ハイ君だから男の子なんですね。そうなんだ、はい、そんな男の子のいる男の子の恐竜がいるいるスリーピースの、ね、はい、スリーピースバンド、はい、ハイロジェントルダイナソーが4番目に4番目に登場ということで、はいはい、では、なんか、え、はいですね、はい、はい、ハイルテントダイナソーでステゴザルスの歌、聴いていただきました。
はい、次はジェニファー。はい、ジェニファーで Sweet Summer。 はい、Sweet Summer。 Sweet Summer。 やめ ということで、ジェニファー2ウィークスサマーお送りしました。今日はゲストに知力が来てます。はい、ありがとうございます。はい、流していただいて、はい、はいはい、なんかマイク叩いてる人、はい、いたずらやめろよいたずらやめてください。ジェニファーはジェニファーですか？ジェニファーのあのジェニファーの山口はジェニファーの大ファンらしいんで。そうです、まあそう言われてるけどね。一緒にラジオに出てて嬉しいんじゃないですか。タコ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 。あ、じゃあ私じゃなくてキャシーさんに聞いてみましょう。キャシーさんはもちろん嬉しいでしょうね。キャシーさんは嘘つけ。え、本当ですか？しかもキャシーさんそんな好きじゃないし。そんな好きじゃないと思って。一番最善で盛り上げたでしょ。恩を売ってくるっていう。はい、続いてジェニファーですね、また。はい、次の曲は、はい、いいよ、紹介してよ。いや、じゃ声を合わせて次の曲は哲学キモい、うわった、グタグタ。はい、ということで、はい、あのジェニファーですね。はい、時間は限られてるんですね。なんかそうですね、ちょっと曲が短いから喋れないっていう。喋れないんですね。そうです、なんかね、アルバムが出たんですね。そうです、記念撮影フォーエバーという、はい、ミニアルバムが、今年の5月に発売されまして、はい、はい、今それのツアーとかいろいろ CD を売るために頑張ってます。なるほど、はい。ジェニファーは、あ、そうですね、5バンド目、今回の企画5バンド目、はい、5バンド目に出てくる。はい、はい、あの5バンド目なんで最後なんで、あ、最後っていうか最後の前なんで、
ごめんなさい、完全に忘れて。おーいごめんなさい、ごめんなさい。いや、ごまんの前なんで、はいはい、ちょっとね、いろいろ控えてほしいものがたくさんあって。控えてほしい、あちょっとね。何ですか。いや、もちろんお酒控えめにしろって。酒、お酒を控えめにしてくれるよ。酒なんて超飲むよ。大丈夫、俺があのウォッカとか渡しとくから。前に終わりだよ。終わったね。いや大丈夫、ね、その時はあの、のりちゃんさん先輩が出るからいいよ、別にお前は。お前はまたお前、お前が出たらで歌えるか。大丈夫、この野郎ゲストに。ほらだって全然歌えるって、スタンバってる。ダメだよ、俺じゃないと成り立たないよ。いや、まず成り立つような体勢でいろよ。そうだよ、シラフでいろよ。え、ね、普通でいれよ。大丈夫、そんなすぐ酔っ払わないから。うち普通にもライブ終わるまでは飲まないもんね。あ、そうですね。ジェニファー見どころ、じゃあジェニファーの見どころは、はい。あ、うん、うん、雑だ。あ、じゃあ、あの、小高くんから。あ、そうですね、はい。ジェニファーの見どころ。見どころはあの前髪でしょう。それはボーカルの。バカ野郎、お前。前髪、汗、唾、あと、グダグダな MC です。そんなもんだ。何一つも褒めてない。この野郎。はい、次は、エレキング。はい。すいません、はい、エレキングの、はい、が、え、今何だったの。ガールフレンド。あ、そうだよね、びっくりした。ガールフレンド。キラ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 、鹿のボロイクラブハウス、揺れるライト照らす床で、何も知らず踊る。はい、ということで、エルキングガールフレンドを聴いていただきます。今日はエルキングから大高くんが来てまーす。イエーイ、イエーイ、どうですか、ラジオ。あのね、声が聞こえない。面白いですよ、面白いですよ。いや、3日は本当にね、楽しみです。エルキングの見どころ、じゃあ。エルキングの見どころは、そうだね、高橋さん。ないんじゃない。いや、ないよね。ない。いや、あるだろ、ね、ベースのドヤ顔とかいっぱいあるだろ。そういう、でもだって、ベースのドヤ顔ってね、ベースドヤ顔の人もあの告知とかちゃんとしないからね、なんかまとまらないよね、あの人。悪口？いや、悪口じゃないよ。これはね、本人公認だから、本人公認の悪口だから大丈夫。悪口なんだ。じゃあ本人から見どころを。じゃあ、いや、見どころはやっぱりそのしげさんのドラムの顔とか、しげさんのドラムの顔、ベースのドヤ顔とか、はい、顔中心に見ていただければいいかなと。はい、はい、ということで、はい、レディオサンクタロックス、はい、2013、はい、お送りしてまいりましたが、はい、最後はエレキングでセドリックっていう歌です。セドリックという曲ですね。はい、はい。
ということで、あれセドリック送してますね。司会者の2人がセドリックはセロリにしか聞こえないと思って爆笑してて、絶対こいつら好きじゃねえだろっていう。いやなんだろう、好きだからこそ言えるセロリクレーだった。完全にセロリバカにしてる。完全にジェニファーとエレキのことをバカにしてる。ジェニファーってひらがな表記なのとか言ったりとか。いやいや、そうは言ってもね、鳥で、そうです、鳥、鳥はもうエレキングにもうしました。もうじゃあここで一回ちゃんとまた告知をしておきましょうか。はいはい、はい、11月3日日曜日です。新宿マーブルです。はい、新宿マーブルが、17時30分スタートが18時。はい、はい、まあ、特典としましてですね、はい、ここで発表します。はいはい、お特典がまず、はい、先着20名様に缶のジンジャーエールを無料配布します。おー、無料配布します。なので早く、来た方が得します。早い者勝ちということで、はいはい、あとですね、はい、このサンクスアロックス2013の、はい、ロゴ入りの缶バッジをこれは、ご来場していただいた皆様に無料配布を、無料配布、はい、あー、特典が盛りだくさんですね。今、はい、今鋭意作成中ですので、はいはい、楽しみにしていただきたいなと思います。素晴らしい。それでもってですね、エレキングからも無料配布 DVD をですね、はい、あ、これも多分先着になっちゃうと思うんですけど、はい、配布しますね。ライブの DVD、 ライブ DVD、 あ、はい、無料配布ということで、はい、素晴らしいです。ジェニファーは何かあるんですかね。僕ら何もない。あ、中間の髪の毛、髪の毛を1本ずつ、あの、あれですよね、何嫌がらせ、何でしょう、お互い嫌がらせでしょ。最後にツルツルになってしまうというとりあえずもうバカにされてしまうやつだから。もうなってる、もうなってる。うるせえなこの野郎。いいんですよ、このまま喋っててください。はいはい、ということでレディオサンクスロックスお送りしました。疲れた、はい、疲れた、どうもどうも、疲れたね、疲れましたね。これいやー、あれでもあれじゃん、レンタルできるんでしょ、いろいろ。あ、そうですね、ジェニファーのライブではまあいろいろ最近カツラをかぶったりとか。カツラ、あれカツラじゃなくてウィッグなんだよね。ウィッグ、ウィッグなんだ、ね、ウィッグつけたり。カツラとかちょっとあのじゃない、カツラじゃないウィッグです。ウィッグですね。とかかぶり物をかぶったり、かぶり物だね、してるんで、あの言ってもらえればそういうのレンタルするんで。そうです、ね、なるほど。あのお客さんにもそういうのかぶってもらって、かぶってもらって楽しんでいただきたいなと。はい、ハロウィン、ハロウィンじゃない、ハロウィン過ぎてますよね。そうですね。ハロウィンをきっかけにそういうことをやり始めたら結構ハマっちゃったみたいな感じ。そういう感じで。はい。あ、なるほど、ね、あれエレキングも何かもうかぶり物しない、そんなのしませんよ。いつもかぶってるからね、なんかエレキングはあのジェニファーみたいなクソバンドとは違うんで、そんなの違うクソバンド。あのね、多分お互いそうやって言うからこっちもバカにしちゃうんだよ。なんかそのバカにしてたのか、本音をね、こうバカにしてたのか。バカにしちゃう。今はっきりと言ったね、バカにしちゃう。いた、あの公共の場で言ったメンターで公言しちゃったもん。なるほどね。でもまあ仲いいんでしょ。そうですね、あの、ね、仲良くしてくれる人、ね、人。まあね、そうだよね、うん、そうそう、ギスギス、お前、うちのこと37歳とか言うな。お前、ちょっとこの間、そんなこといつ言ったよ。この間誕生日でしょ。あ、昨日誕生日でした。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう、おめでとう。ありがとうございます。まあ、もともとはこの企画が、そう、この企画が誕生日企画で、そうだ、そう、今頃それを思い出したそうな、誕生日企画で、ね。次はキャシーさんが、11月2日誕生日です。そうですね、イエーイ、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございますかもしんない。おめでとうございます。はい、じゃあ、もうエンディングですね。そうですね、はい、エンディング、はい、エンディングね、エンディングなんかあります、あるかな、ガツンと発表できるようなこと、ガツンと発表できるところ、ね、MC2 人からガツンとね、わ、おーおお、か、振るね、振るね、むちゃくちゃだなお前。とりあえず皆さん来てくださいという感じですね。あ、そうですね、はい、皆さん本当に豪華なキャストっていうか出演者ばっかなので、はい、ぜひ来てほしいです、はい、じゃあキャシーさんからも、はい、本
当に、まあこう毒舌し合ってはおりますが、もう基本愛がある、皆さんなんです、皆さんなのでまあ温かく、見守って、いただければなと思いますので、楽しむ本当に素敵な、夜になると思っておりますので、そうですね、はい、じゃあ11月3日は、はい、新宿マーブルに皆さん足を運んでください、はい、はい、よろしくお願いします、はい、ということで、はい、皆さん来てくださいね。はーい、はい、来てください。はい、バイバーイ、さよなら、バイバーイ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 。